はい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。奥の方では東北本線が発着中。本日来ているのはここ北への分岐点、東北新幹線とそれから上越新幹線が分岐する大宮駅に来ております。これね、大宮駅の上の看板見ていただきますと、懐かしいな、これ200系新幹線。昔は上越新幹線も東北新幹線もこれでしたが、丸っこいなんか前面だけ見るとだるまっぽいね、可愛らしい新幹線のイラストが未だに描かれています。この200系新幹線はもうすでに引退済みです。さあ、そして本日焦点を当てていく路線がこちら、じゃーん。現在日中はね、快速運転が行われます、京浜東北線ですね。今やたくさんの鉄道 YouTuber の方に路線が紹介されていますが、この京浜東北線ってそんな改まって紹介されるような路線ではないんですね。ただこの京浜東北線はね、面白い特徴を持っておりまして、例えばこの今僕が連呼している京浜東北線という名称も実は正式名称ではなかったり、また列車の方向を表す上り下り、こういう表記が存在しないというか概念すらね存在をしていなかったり、この今出発していく快速列車、快く速いと書くにもかかわらずほとんどの駅を通過しない、そんな面白いポイントがたくさんありますので、今回はこの長い長い京浜東北線に全線乗車していきたいと思います。旅の始まりはここ始発駅の大宮駅です。いや、これね、京浜東北線なんか多分短距離利用者向けなんで、たくさんの駅に停車します。全線通しで乗る人って鉄道マニア以外存在しないんじゃないかなとも思いますが、ついねカメラを右の方に振ってしまいました。貨物列車が勢いよく大宮を通過中。高崎線、東北本線と交わる駅ですので、たくさんの貨物列車も往来します。ほら、ここ見ていただきますと、これ右の赤2つが快速列車の停車駅。恥ずかしながら僕も最近知ったんですけれども、これ休日と平日によって快速列車の停車駅が違うんですね。まあ、快速列車といえど最後のね終点大船駅の方まで乗っても、これ各駅停車とまあ大体6分程度しか所有時間が変わらないわけなんですね。まあ、一応京浜東北線の正式な区間は途中の横浜駅、大宮から横浜が京浜東北線の区間となっておりまして、そこから先は根岸線に乗り入れる形となっています。なので京浜東北根岸線とこうハッピーセットにされて案内をされることがね結構多くなっております。今回乗車するタイミングはこれ平日の日中12時台の快速大船行きですね。これね、快速列車なのでついつい停車駅気になっちゃうんですが、これ見ても意味ないんですね。本当に駅を通過するのは山手線内なので、ここから駅が羅列されてますが、赤羽を過ぎたあたりまでは全く普通列車、各駅停車と同じ停車駅になっています。大宮駅のホーム、たくさんね京浜東北線以外の東北本線とか高崎線のホームたくさんあるんですが、京浜東北線はこの1面2線のホーム。今列車が入線してきましたけれども、この今僕が乗車をしている電車とそれから反対側のホーム、この2個のホームをうまくフル活用して列車を折り返させています。これね、通勤ラッシュの時間帯とかはもう怒涛の勢いで列車が折り返すシーンを見ることができるんですね。ちなみに北側はこんな感じ、車止めになっていて、右側の方には1番線と2番線、こっちはね JR 線ではなくて東武野田線、最近では華々しいね愛称、これ東武アーバンパークラインっていうね愛称が付けられましたが、野田線が発着中。実は京浜東北線はこの野田線と直通運転をする構想っていうのがあるんですね。びっくりですけれども、実際に地元の議員さんかなんかが答弁で、京浜東北線とそれから野田線の乗り入れは利便性の向上にかなり大きな貢献をすると、そういう風な発言もしているみたいなんですが、まあ厳しいでしょうね。野田線の方も6両編成で、こっちは10両編成、今中央線のグリーン車導入で2両分のホーム延伸工事なんか行われてますが、それよりも長い4両分ものホームをずっと、ね、延伸することになりますから相当きついでしょう。京浜東北線快速大船行きです。停車駅は田端までの各駅と上野、秋葉原、神田、東京、浜松町です。さあ、大宮駅を出発しましたけれども、皆さんこの京浜東北線と根岸線で大船まで行くってなったら、これ何分ぐらいかかるかご存知でしょうか。これ実はですね、大宮からフルで乗った場合120分もの所要時間がかかります。今通過している上野東京ラインとかを使っていくとだいたい1時間20分に加えて、この京浜東北線は途中の駅蒲田だったりとか
桜木町、鶴見、根岸、途中で止まってしまう列車も多いので、そうなってくると乗り換え時間を含めると大体上の東京ラインの2倍ぐらいの所要時間がかかってしまいます。さあ、そしてずっとね、手前側線路3本で走行してきましたが、一番奥の線路も合流しまして、次の停車駅は埼玉新都心。この駅は京浜東北線だけではなくて宇都宮線や高崎線も停車するんで、こんな感じで2面4線の割と大きい駅になってますね。埼玉スーパーアリーナとかでライブが行われる時とかもね、この駅使いますけれども、相当これ東北本線と高崎線と線路がたくさん敷かれてるんで、上に通されているこの跨線橋が全部線路をまたがないといけないんで、ここは大変でしょうね。連絡通路がめちゃくちゃ長くなっています。お、そしてこれ停車駅が表示されましたが、もうなんだこれ、気の遠くなるような停車駅ですよ。お、そしてオレンジ色のライン、特急赤木号ですかね、赤木じゃない、特急草津とかかな、今通過してきましたけれども、おー、現職の貨物列車も停車をしております。この埼玉新都心駅って無駄になんか線路がこうプラレールみたいな感じでたくさん置いてあるんですが、一見すると使われてなさそうな線路たちも、ここ実は重要な鉄道輸送の拠点になっているわけですね。埼玉新都心駅の横のこの空間は大宮操車場と言われております。ちょっと映像切り替わりまして、おい、 いきなりなんだよと思われている方いらっしゃるかと思います。そう、これスーパービュー踊り子号っていうのが2年前ぐらいに引退しましたね。その踊り子号が引退して、で解体される、解体場まで持ってかれる際にも、この大宮操車場、埼玉新都心の横のこの操車場は活用されるわけですね。そもそも操車場っていうのは、これ列車の入れ替えなんかを行うような拠点になっているわけなんですが、普段はこんな感じで貨物列車がスーッと通過をしたり、あとは貨物列車、あと夜行列車とかもね、運転していた時期はこの大宮操車場で時間調整のための停車なんかが行われていたわけなんですね。本線のところで居座るわけにはいきませんから、空いた線路の上でちょろっとこう休憩を行うみたいな、そんな感じのノリですかね。なので埼玉新都心駅の横はね、平日特に夕方とか夜来るとね、貨物列車が何台か止まっていたりするんですよね。2年前ぐらいのこの引退したスーパービュー踊り子号とかも、これ解体するために長野の方に持っていくんですが、まあ多分マニア対策とか、あとはまあ単純に空いているダイヤが深夜の方が多いという理由から、一旦ね、大宮操車場に入れて夜深夜長野の方に改装される、そんなシーンなんかも車両が引退した3月に大体引退するんで、4月とか5月とかそういうシーズンには見ることができるわけですね。さあ、ちょっと話が飛んでしまいましたが、次の停車駅は与野駅ですね。京浜東北線は本当見ないうちにね、ホームドアの設置が進んでいまして、2020年度でももうほとんどの駅でね、ホームドアが設置されてますね。さっきの大宮だと設置されてませんでしたが、あと残っての日暮里とか鶯谷とか、横浜から大船の根岸線の区間とかはまだね、ホームドアない駅とかありますけれども、皆さんこれどんどんとね、電車をこう駅で撮影するのが難しくなってきちゃいますね。マニアにとってはちょっと悲しいですが、まあでも安全対策としては必要不可欠な設備なんでしょう。さあ、ここら辺も複々線のみならず、複々線、線路6本広がっている区間になります。でもここら辺は分かりやすくて、左から2本目までが京浜東北線、真ん中の2本がこれが確か湘南新宿ラインとかで、一番奥が宇都宮線とか高崎線、結構シンプルですよね。さあ、そして与野を出ると来ました、ここから一気に勾配をぐっと登って高架区間に入ります。ここら辺分かりますかね、ちょうど高架になっている部分あたりが駅の設備とか、それからバラスト線路なんかがちょっと新しい白っぽくなっているのが分かるかと思います。到着したのは浦和駅。この浦和駅も僕がちょうど中学生ぐらいの頃に駅の高架化工事が行われて、もともと地上駅だったんですけれども、駅が高くなって立体交差され便利になりました。でその際に湘南新宿ラインのところにホームが設けられて、その湘南新宿ラインを通る特急とかそういった列車が停車できるようになったんですね。なので本当つい最近2013年まではそれこそさっき紹介したスーパービュー踊り子号とか、あと東武に直通している特急日光鬼怒川とか、ああいう列車が浦和に停車できなかったんで、そこから停車できるようになり、臨時列車でね、湘南新宿ライン浦和駅停車記念号とそこまでするかって思ったんですが、でもね、そういう列車も運転をされてかなり話題になった駅ですね。
さあそして奥の方を見ていただくと、一つだけ位置抜け P をする路線があるわけですよ。一人だけほら地下に潜っていって、河川柱がどんどん下の方に伸びて、ここで線路が途絶えています。これは大宮支線ですね。あの武蔵野線の支線っていう感じなんですが、ここから地下を通って、あのこの路線とは反対側、画面の方ですね、右側の方、西側の方に行って、あの武蔵野線の西浦和あたりでこう武蔵野線の線路と合流をすると。なのでこの大宮から、あのさっき冒頭でね通過してた貨物列車とかもそうなんですけども、あの武蔵野線の方に行く貨物列車は絶対この大宮支線を通ります。なのでさっきの地下に潜る路線は超重要路線です。あれがないと貨物列車なんかをあの都心だったりとか、他あの東海道方面に輸送することはあの厳しくなってしまいますからね。次は南浦和、南浦和、お出口は右側です。正面の大きなカーブを渡りきると、次の停車駅は南浦和駅ですね。武蔵野線との乗り換え駅ということで、やっぱりこれ日中のあの京浜東北線乗ってて、まあ、大宮出発時点だとあのお客さんはまばらで、そこから新都心与野とあのじわじわとお客さん乗ってきて、で大体乗ってきたお客さんが一斉に降りるのがこの南浦和駅。やっぱり皆さんあの武蔵野線へ乗り換える方っていうのが多いんでしょうね。まああの南浦和から先赤羽とかに行くんだったら、わざわざ京浜東北線乗りませんからね。さあ到着しましたけれども、これもちょっとカメラ回すか迷ったぐらいね、人がたくさんです。乗り換えのお客さんでごった返しております。向こうには乗り換えの看板があって、何やらレトロな字体で表記されていましたが、この南浦和駅は実は結構歴史が浅くて、1961年、あのここら辺にこの先ね通りますが車両基地ができることになって、でそれプラス浦和市の方からあの人口が増えたんで駅設置してくださいと、そういう請願が出されて設置された駅ということになりますね。そこからあの武蔵野線がその後開業して、利用者がどんどんと増えている、そんな駅になっております。さあそして右側の方を走っていたあの上り線と分岐をしたと思ったら、ここでね車両基地が広がっているわけです。右側の方ずっとねたくさん線路が置いてありまして、あの日中朝ラッシュが終わってちょっと余った電車たちがこれお昼休憩を行っているみたいですね。列車たちも休憩の時間帯にね洗車、まあ、人間でいう入浴ですよね、そういうのをねお昼のうちに済ませて、また夕方夜のラッシュの時間帯に備えますので、休息も重要です。次の停車駅は蕨駅なんですが、その南浦和から蕨の間の駅間をもうほとんどフル活用してこの車両基地が展開されています。もともとは浦和電車区っていう車両基地の名前で、あの浦電なんかともあのマニアの間では呼ばれていたんですが、今では名前が変わって、なんだっけな、埼玉車両センターとかそんな名前になってたかと思いますよ。そしてこの京浜東北線はですね、あの編成数で見ると多分日本で一番かな、それぐらい の, あの本数の多さを誇っておりまして、で両数に関しては重量編成で、これが1本になってつながってこれ1編成、1本イコール1編成みたいな感じなんですが、京浜東北線の場合は確かあの83編成なので、両数をかけるとこれ830両もの車両があの在籍しているということになりますんで、まあそりゃね車両基地も広大になるわという感じ。こっちの車両基地は東京ドーム2個分ぐらいの広さがあって、編成数はこれ実は山手線よりも京浜東北線の方が多いわけですよね。これあの僕も最近知ったんですけども、びっくりで、山手線はこう環状にぐるぐるこう運転するんで、まあ言ってしまえば例えば東京を出発した内回り電車はぐるっと回っていずれ東京駅に帰ってくることになります。ただしかし京浜東北線の場合はそうはいきませんからね、大宮から大船の間行き来してますんで、あの特に通勤の時間帯っていうのはもう本数が足りなくなりますんで、その分の本数を確保しないといけない、そういった理由から編成数が多くなってるわけですね。おーおー、すごいこう蛇のようにしてあの線路が点線、あの分岐用の線路が用意されてましたが、京浜東北線から高崎線とか宇都宮線の方に点線する列車ってあるんですかね。僕は知る限りあんまりないんですけれども、一度見てみたいですね。速度計を見ますとだいたい70キロちょいくらいでの走行ですかね。京浜東北線と山手線は、まあ、もちろんこれ運行する駅間っていうのが相当短いんで、あのめちゃくちゃスピードを出したとしてもすぐ途中駅で減速をしないといけません。車だとものすごい燃費の悪い走り方をしていることになりますんで、そんなに最高速度が速かったとて意味があまりないわけですね。なので山手線と京浜東北線は90キロ、
お隣 の、 あの湘南新宿ラインとか高崎線とかそういった列車がだいたい最高速度は110キロとか、まあ、路線にもよるんですがそれぐらい100キロを超えていると思いますので、それに比べるとちょっと遅めのあの速度といった感じですかね。まあ、ただこういう短距離利用の列車の場合はあの列車 の、 あの加速度の方が結構優遇されていて、あの長距離を走る列車よりもこういう短距離向けの車両の方が加速とか減速とかそこだけ見ればその性能に関しては長けていると、そういう場合が多いみたいです。そしてここ通るたびに気になるのがこれ1本だけ高架線が伸びてるわけですよ。でこの高架線は今のこの東北本線とか京浜東北線の線路をオーバークロスして進行方向左側の方に来ました。これね河川柱がないわけですね。河川柱が通っていないので非電化の路線ということになるんですが、実はこれね廃線跡なんですよ。もともと今左側の方に川口のアリオっていうあの超でかいショッピングモールみたいなのがあるんですが、そこがあのもともと札幌ビールの川口工場、ビール工場があって、でそこに伸びていた貨物専用線が今このオーバークロスしていた高架線、たった今横を素通りしたショッピングモールのアリオ、あれ全体がもともとねあの川口のビール工場だったんですよね。それ考えるとものすごいですよね本当に。最近ではあの王子の貨物船跡地とかも行きましたが、あの製紙工場なんかもなくなって今ではあの分譲賃貸なんかが建っています。本当にここら辺の沿線の景色もね、再開発が行われて区画整理が進めばあっという間にもうかつての駅それから工場の面影なんかなくなってしまいますから、時間の経過というのは本当に恐ろしいなと改めて実感させられます。さあそんなこんなで川口駅を出発するとここ荒川橋梁が見えてきましたね。仲良し小良し、もうそろそろ埼京線と新幹線とも交流しますが、みんな揃ってこの荒川橋梁を渡ります。ここを渡るといよいよ列車は東京都内に入ってきます。埼玉県から東京都へ。この荒川橋梁もよく見ていただくと橋ごとに作られた年代が異なるみたいで、多分中央の一番古いあの錆びてるやつがあの戦前1920年代とかに建設されたやつで、今多分使用されているのは2代目と3代目、初代のやつに関してはもう今から130年以上も前の、 あの1800年代に使用されており、今では廃止されてるんですが、その初代の橋っていうのは再利用されていて、まあ、確か鉄道ではなくてその鉄道をまたぐあの歩道とかの跨線橋にね転用されて、確か東十条とかの方で使用されて、それ以外でもあの全国各地に飛び飛びになって、あの譲渡というかあの別のところで使用されているみたいなんです。さあ奥の方から合流してくるのは新幹線ですね。新幹線と埼京線、開業当初は埼京線も通勤新線なんかとも呼ばれましたが、まあ、こういう風に仲良く赤羽で交流するこの埼京線とそれから東北本線ですが、この2つにはもう天と地ほどの差があるわけですね。こっちの東北本線、今走行している側は日本鉄道によって1800年代に開通をされた路線、ただ奥の埼京線に関してはもう本当新幹線の建設とハッピーセットで、まあ、新幹線建設するから埼京線を見返りとして建設してよねといった形で建設されましたので、1900年代後半この2つとでは100年近いあの建設までの差が生じているわけなんですね。停車駅は田端までの各駅と上の秋葉原、神田、田端までの各駅とというねあの文言が強調されていましたが、田端までは依然として各駅停車のまま、お、そしてなんか左側の方に新幹線の高架線をまたいで分岐する線路がありましたね。向こうの方には京浜東北線の車両が停車をしていますが、次に停車をするのは東十条駅。この左側の方に見える車両基地っぽいのは多分下十条運転区って言って、まあ、その電車の車両基地みたいなものがあるんですが、もっとね大きい建物がね昔あったんですが、これはね解体されちゃってるみたいですね今はね。東北本線とかの電車はあの停車しないんで、あの規模こそ小さい駅、利用客も結構この東十条駅って少ないんですが、まあ、でもさっき見ていただいた通りこれ2面3線の構造になってるわけなんですよ。真ん中が中線っぽくなっていて、あのなんか人身事故とかで電車が止まった時とかはこの駅を活用してね折り返し運転が行われます。ほら下十条運転区の方もこのようにありまして、日中は一部の電車がここに留置をされているみたいですね。あの確か京浜東北線の北行きの電車で
朝9時とか8時台に1本ぐらい東十条行きっていうへんてこな行き先の電車が運転されてるんですが、その電車を多分この東十条駅の真ん中のここ、お、ホームドアついてないですね、ここはね、まだこの真ん中の方に入って多分車両基地の方に入庫する、そういうものかと思われます。ちなみに今北行きという表現をしましたが、京浜東北線の場合はどこから列車に乗ったとしても東京とか上野とか都心を素通りしていくことになりますんで、東京までが上り でそこから下りみたいな感じで、なんか1本が上りと下りを兼ねるみたいな感じになってややこしくなっちゃうんで、今乗車をしているやつが南行き、まあ、南行とも言うんですが、逆に大宮方面に行く列車は北行き、北行、まあ、こういう言い方、こういう表現をするんですね。この表現の仕方は結構斬新ですよね。他の路線ではあんまり聞かないような気がします。さあ、そして何個かね踏切を渡りますが、ここら辺もいろいろ線路が入り混じっているんで開かずの踏切として有名ですね。通勤ラッシュの時間帯とかはね、ここら辺にお住まいの方は大変そうな、そんな感じがします。さあ、そして新幹線の高架線の下眺めていただきますと、なんかこれ線路が通ってるわけで、ほら見えた見えた。そしてしばらくすると新幹線の下からひょっこり顔を出してきますが、この線路は草にまみれてしまっています。次の王子駅でも線路は続いているんですが、草まみれで線路はサビサビで使用されてない感じ。しかも上には架線柱が通されておらず、これ電化もされていないみたいなんですね。大丈夫かよって感じですが、これ実は2014年まで使用されていた貨物線なわけなんです。ここから画面左後ろの方、王子の北側の方に向けて伸びており、製紙工場、日本製紙の工場がかつてあって、そっちの方に紙を運ぶ貨物専用線として活躍をしていました。まあ、ただこの日本製紙の工場が廃止になったことによって、この北王子貨物線も廃止されてしまいました。これ僕もね、廃止されたその製紙工場の跡地行ったんですけれども、ものすごいですよ。超巨大な団地が形成されていて、もうなんか当時貨物駅があったとは思えないぐらいの街並みになってしまっております。さあ、そして右の方に伸びる線路が1本2本ありましたけれども、2本の線路が田端操車場、今田端信号場駅って言いますが、田端の貨物駅の方につながってます。なので東北本線とか北の方からやってきた貨物列車はだいたいあっちの左側の方に入って田端の貨物駅の方に進みますね。今ちょっと見えませんが、もうしばらくすると新幹線の高架線を挟んで左側の方に広大なね、田端信号場駅っていうのが広がっていて、山手線の田端駅とかそういうよりも貨物駅としての田端駅の方の役割の方が大きいような、そんな印象がありますね。常磐線の起点駅も昔は上野ではなく田端駅だったので、かなり重要な役割を担う駅としても知られていました。おー、そして新幹線がたくさん、カラフルですね。 JR 東日本の新幹線はやっぱ東海道新幹線とか東海と比べてカラフルで華々しい印象があります。さっき湘南新宿ラインの線路が右側に分岐をしましたが、そこからしばらくして見えてくるのがこれ上から合流してきた山手線ですね。ここら辺はちょうどこうトライアングルのような感じに線路がなっていまして、車窓を見ていてもかなり面白い景色ですね。ここから田端から先が京浜東北線の、ね、快速列車が本領を発揮する区間です。まあ、本領発揮といっても本当に途中まで品川駅付近までの快速運転ですが、途中田端駅に到着。ちなみに左側ずっとこれから並走する山手線、丸い緑の山手線という歌がありますけれども、あれは実は嘘っぱちでですね、山手線は起点と終点が存在をするんです。起点が品川、終点がまさにこの田端駅なわけなんですね。田端から東京は東北本線、東京から品川は東海道本線の一部としてみなされているんですね。お、さあ、そして田端を出発すると次は上野まで停車をしません。これ大船の方までかなりの停車駅がありますが、快速列車が通過するのは実はこの都心の5つの駅のみというわけなんですよ。少なって感じですが、快速運転が開始されたのはこれ日本国有鉄道国鉄が分割民営化されて JR になってすぐのこと。もう当時から山手線と京浜東北線はこのように並走するような関係でしたので、まあ、これだとね役割が同じになってしまうよねというところで、京浜東北線を速達化させて、早い方が京浜東北線、遅い方が山手線みたいな感じで都心内での役割を
こう分けるような形が取られたわけなんですね。並走する山手線を抜き去りました。こりゃ気持ちいいですね。さあそしてちょっとこれ断崖絶壁ですが、 あのお家大丈夫かな、ちょっと心配になってしまいますが、ちょうど田畑を出発したあたりから進行方向右側の方に崖がそびえ立つようになります。これがあの武蔵野台地、関東にお住まいの方はもしかしたら社会科の勉強でやるかもしれません。僕も大学が地理学専攻だったので一応勉強はしましたが、山手線のあの田畑からあの品川を境に右側の方は海に近い低地になっていて、対して左側の方は台地って言って周りよりもちょっと標高の高い地形が広がっています。それが武蔵野台地で、まさにあの進行方向右側の崖がその境界といった感じなんですね。さあそして常磐線も見えてきまして、ちょうどね取れ高を作ってくれとあの言ってくれてるんでしょうかね。ちょうどいいタイミングで京成線がオーバークロスしてくれましたが、日暮里駅周辺は日本一の線路があの羅列されている区間とかで、確か14本とかですかね、京成を含めるとたくさんの線路が並べられています。続いてこちらの鶯谷駅もさっそうと通過をしていきます。次の停車駅は上野駅ですね。ここら辺もあの昔上野を発着するブルートレインなんかが運転されていた頃は、これ上りの列車は機関車を前に上野駅に突っ込むわけなんで、これ後ろの奥駅に改装される際は機関車を背にして、で客車をこう押して改装する推進改装っていうんですけれども、そういう光景がね奥駅の方まで見ることができました。なので朝9時ぐらいにこの鶯谷駅で貼っておくと、あの逆走する寝台特急の姿とかを見れて、よくね撮影に来たんですけれども、今でもやっぱり鶯谷を通るとその時の思い出が蘇ってきます。今いくらお金はたいたとしてもブルートレインなんか乗れませんからね、当時の記憶っていうのはもう本当に貴重な財産で一生残り続けることになるんでしょう。さあそして白いカモメの卵みたいな特急列車がお出迎えをしてくれましたが、3駅連続で通過してようやくここ上野駅に到着です。そうさっきの話の続きにもなりますが、今はこれ上野東京ラインが開業したことによって上野と東京の移動って本当めちゃくちゃ便利になったんですが、その当時快速運転が行われていた時っていうのはこの上野東京ラインね、今列車が来ましたけどこの線路はもちろん通ってませんでしたから、上野東京はあの高崎線とかで来た場合一回乗り換える必要があったと。なのでなおさら京浜東北線の快速列車 の重要性ってのは大きかったんですが、今ではこの重要性ってのがねこの上野東京ライン開業によって少しこう失われているようなそんな気もしますね。さあ次の停車駅秋葉原なんですが、ここで興味深い看板が目に飛び込んできます。これ土急停車と書いてあるわけですね。週休5日制の駅があるんですが、この駅は御徒町駅、上野から本当に近い位置にある駅で、アメ横なんかを歩いていけばすぐ一瞬でね歩いて到着することができるんですが、この御徒町駅こんな感じで快速列車は平日通過、土日だけ停車をするといった駅になっているわけなんです。ちょっと変則的ですよね。快速列車のこの通過駅に関してもこの京浜東北線の快速列車がデビューした当初は8駅とかを通過してたんですが、そこからやっぱりあの利用者の変動とかもあって停車駅通過駅はここ数十年でかなりね大きく変化を遂げてきました。奥の方に見えている青いあのフェンスなんかがあるあたりが上野東京ラインの電流線で、あっちの方にあの電車なんかも日中使われないときは停車をされるみたいですね。もう何度も言えますがこの上野と東京をつながって本当に便利になりました。あの乗客も分散されるんで混雑も緩和されましたし、当時この区間移動するってなったらやっぱりあの京浜東北線と山手線にお客さん集中するんでこの区間だけめちゃくちゃ混むんですよね。ここの移動が本当にね憂鬱だったんですが本当に楽になりました。さっき見えていた電流線車両基地みたいなやつも実はあのここ上野東京ラインが開業する前まであのずっと使用されていたんですね。ここの区間でどこがネックになっていたかって実はこの先の区間神田駅付近なわけなんです。その神田駅付近で線路がつなげられないんでずっとこの区間は直通運転ができなかったんですが、神田駅付近でなんと新幹線の高架線の上にさらにこの上野東京ラインの高架線を通して二重高架にすることによってその不通を解消して開通、そういった流れになりました。なので今京浜東北線の快速列車が出発したこの秋葉原駅からさらに神田駅にかけて上野東京ラインは
こういうふうにまた一段高くなっていくわけですね。この上野と東京が分断される前、もう超遥か前、新幹線もできる前ぐらいは、実はここ東京上野は在来線の線路によってつながれていたんです。まあ、ただですね、新幹線、東北新幹線を建設しようぜとなった時に、その新幹線はどこに線路を敷いたのかというと、もともと在来線が走っていたところに線路を敷いたわけなんです。今ちょうどこの列車と目線の同じく左側に通されているのが新幹線の高架線なんですが、ここの在来線の線路を取っ払って新幹線を通すことになったんで、今度上野と東京の間は在来線が通らなくなってしまったと、そういう問題を抱えていて、で今回晴れてまた新幹線の上に二重高架を作って在来線を通す、でそれが上野東京ラインの開業になった。まあ、新幹線通ってるだけでもただでさえうるさいのに、これ二重高架でまた上野東京ライン通しますよってなったら、これ沿線の住民の方からの批判がものすごかったらしく、工事もこれ夜中行うことはできないんで、本当に列車が運行していない1日本当数時間とかそれくらいの時間を使って工事をして、何年もかけて開通した路線ということになります。ひとたび乗ってしまえばこの区間なんて5分ぐらいで走破できてしまうのに、その5分のために何年もの時間が費やされていると考えると、本当乗るたび乗るたびその思いをかみしめてね、乗りたいなと、そういうふうに思いますが、さあそして大ターミナル駅東京駅にようやく到着です。さあ東京出発。これ実は東京駅を境にこの京浜東北線って路線の正式名称が変わるわけなんです。いやいや、これ京浜東北線っていう路線名称なんだから何言ってんだお前と、そう思われる方いらっしゃるかもしれませんが、京浜東北線というのは列車の通称、まあこう呼べば便利だよねっていうので一般的に呼ばれている名前ということになりまして、正式名称はまた別なんですね。大宮から東京の間、北側の区間はこれ実は東北本線、そして東京から横浜の間が東海道本線、まあ、それぞれそういった路線の一部といった扱いになっているわけなんです。まあ、事実上の複々線のうちの遅い電車線、速い方を列車線と呼ぶんで、そのもう一方の電車線がこの京浜東北線に当たるといった形なんですね。ほら、こういう風に見ていただくと、これ左2本走っているのが東海道本線 でその右側走っているのが京浜東北線、まあ、こんな形になると思います。山手線を含めたらこれ複線が3つ重なる三複線ということになりますから、この区間の重要性というのがよく伝わってきます。まあ、なので京浜東北線という名前だけ聞くと、僕も最初思ったんですけど、いや何東北名乗ってんのに東北行かねえじゃんこいつ、大宮までしか行かねえじゃんと思ったんですが、京浜東北線の京浜っていうのは京浜工業地帯の京浜で、東北っていうのはこれ東北本線を走るから東北、これをくっつけて京浜東北線という、こういう風な名前になってるわけですね。ちょっと紛らわしいですが。さあそして今通過しているこちらの駅は新橋駅。これね、京浜東北線の快速列車は新橋駅を通過するんですよ。何がおかしいかって、左側の東海道本線はこれ日中でも新橋駅に停車をするんですが、ここだけ逆転現象が起きています。新橋駅って言ったらこれ通勤の時間帯、オフィス街になってますんで利用客は多く、これ世界の乗降客数ランキングで見ても確か8位とか1桁に入ってるぐらい利用客が多いわけですね。なのに京浜東北線は通過をすると。この理由に関してはあくまでも推測なんですが、新橋は通勤通学の時間帯に利用客がめちゃくちゃ多いので、快速列車が運転される日中に関してはまあ通過しても大丈夫だろうと。まあ、あとはもうそもそも京浜東北線の快速列車の通過駅が少ないんで、新橋まで止めてしまうともう速達性が損なわれてしまうので、まあやめなく通過と、こういった理由が隠されているのではないでしょうか。さあそしてこちらご覧いただきたいんですが、なんか土のうみたいなやつがたくさん積まれてます。そしてなんか削れた線路、そうこれもう間もなく到着するのが浜松町駅なんですが、この駅でもうそろそろというか、今動画編集しているのが5月21日の深夜2時ということで、今まさに線路切り替え工事が行われている、これはね線路切り替え工事前の準備段階ということなんですが、
新しく敷設されていた左側の線路がこの京浜東北線の南行きの線路になります。ここですね、ホームの拡張工事ということで、今まさに走行している線路はホームの下敷きになってしまうわけですね。この線路の上にホームが敷かれて、ホームが線路1本分拡張されるといった感じなので、この映像は将来的にレアな映像になるのかもしれません。さあ、そして京浜東北線から見える浜松町名物なのかな、分かりませんが、これションベン小僧ですね。これションベン小僧に毎回服が着せられているわけなんですが、この服はもう30年にわたって着せ替えが行われているみたいですね。ニカちゃん人形かよって感じですが、左奥の方にはモノレールの高架線、これ東京モノレールですね。羽田空港へのアクセス路線としても機能していますが、だいたい東京から羽田に行くってなったら鉄道路線を使うとなると、浜松町からモノレールか、もしくは京急、この2択とかだと思いますが、実はさっきの浜松町ももともとは京浜東北線の快速列車は通過をしていたわけなんですね。ただ2002年に東京モノレールが正式に JR 東日本の子会社、多分 JR 東日本の方が株式を 50% 以上取得した関係で京浜東北線の快速列車が停車するようになった、JR としてはその京急羽田空港へのアクセス路線としてその地位を確立するために、やっぱり浜松町に京浜東北線も停車をさせて空港への利便性を向上させよう、そういう意図があったのでしょう。このポイント操作を一つでも間違えてしまえば大事故になってしまうのに、こういうのをしっかりと管理をしている日本の鉄道技術というのはやっぱり素晴らしいなと、そういう風に感じます。そういえばこの品川駅もホームの拡張工事が最近行われましたよね。ちょっと奥の方ホームに筋が入ってるんですが、もうちょっとねホーム狭く、現在では広々と活用できるようになりました。ちなみに上の東京ラインの常磐線に関してはこの品川止まり、品川から先は常磐線は乗り入れていないんですね。南方向に常磐線の車両も交流と直流両方に対応した電車を使用しているので、列車の本数1両あたりの価格がかなり高くて、品川から先の方横浜の方とかに乗り入れちゃうと本数が足りなくなっちゃうんで、品川までと、そういう風な形になっています。さあ、ここでずっとストーカーしてきた山手線の線路の配置が変わります。さっきまでは京浜東北線と山手線で左側から南行き南行き北行き北行きみたいな感じで方向別に配置されてたんですが、ここで高架線がぐーっとこっちの方にやってきて、京浜東北線の線路が左に固まるようになりました。というのも、ここから先、品川から先は山手線と京浜東北線で分岐をするので、再び同じ路線同士で、これ専門用語で線路別複複線とも言うんですが、こういう風な感じの配置になってきました。高輪ゲートウェイ駅に到着しましたが、この駅も開業してからもうかれこれ2年近く経つんですね。ちょっとそんな時間経過したように思えないんですが、品川を出発するともうそろそろこうずっと連れ添ってきた山手線とお別れの時が来ます。山手線は渋谷方面、京浜東北線はそのまま東海道本線に沿って南下をしていきます。そしてここで気になるのがですね、この区間をずっと走行しているとこの車窓の左側の方にずっとなんか赤い管が東海道本線に沿ってストーカーしてきます。時折地形の関係で見えなくなるんですが、基本的にはこう左側をずっと沿っているわけなんですが、これは実は東京の総武線の地下ホームとかで取れたっていうか湧き出てきた地下水を汲み上げてるわけですね。実は東京の総武線のホームとかも今地下にできてますが、あそこも地下水がジャブジャブと湧き出てくる区間で、もともとあそこら辺は埋め立てで海が近かった土地なので、海水を含んだ地下水がジャブジャブ出てくると。東京の地下ホームも地盤がゆるゆるなので、アンカーっていう鉄の怒りみたいなやつをさらに下の方の硬い地盤にガチャコンとこうはめ込んでホームを固定してるみたいな応急処置みたいな状態がずっと続いてるわけなんで、その出てきた水の対処法っていうのがこの管をこう引っ張ってきて、で南の方京急で立ち合い川っていう駅がありますが、その立ち合い川の方に地下水をせっせと流している、そのための管がずっとここをつながっているわけですね。
ここら辺で多分ね管は途絶えています。ほらもうなんかふとした瞬間に見ると管はなくなっていて、次に停車する大森駅の手前で途絶えていて、ここから別のルートを通って立会川の方に流されていると。その影響で地下水きれいなんで、立会川に水を流したら水質が改善されて、めちゃくちゃ魚が湧いてきたみたいな感じで一時期ニュースになっていましたね。さあ大森を出発して次の停車駅は蒲田駅ですね。東京都で最後の停車駅なんですが、これ構造を見ていただきますと、さっきの東十条と同じく2面3線で、真ん中の線路に蒲田駅を始発、それから終着とする列車を入れることができるわけなんですね。京浜東北線乗っててもやっぱり蒲田行きっていう行き先はよく聞きますよね。これかわいそうなことに蒲田行きはこの次の停車駅が川崎なので、川崎の手前で止まるっていうことで、いらねえよっつってぶったたかれまくってるんですよね。サジェストを見てもこの通りです。もう超かわいそうな種別なんですが、実はこの進行方向右側の方に線路がつながっておりまして、この蒲田の車両基地があるわけなんです。残念ながら車窓からはちょろっとしか見えないんですが、ほらこんな感じで、今なんか乗務員訓練用のちょっと可愛らしい京浜東北線の電車もありましたが、この車両基地に入る電車なんかも発着をするわけなので、蒲田は重要な拠点になってるわけなんです。なので京浜東北線の蒲田行き、こういう行き先が生じるのはまあ仕方ないことなんですがね、ただ南行きで川崎からじゃあ京急に乗り換えるとか南武線に乗り換えるっていう人にとってはもうものすごく激おこぷんぷん丸案件でしょうね。さあここらで6号場所を渡り東京都内に入っていきます。京浜東北線って日中は全区間大宮行きとか大船行きの列車が多いんですが、どうしても通勤とかの時間帯に関しては赤羽行きとか蒲田行き、鶴見行き、途中で止まる電車が増えるんですね。こういう風に時刻表をさっきのね見ていただきますとこんな感じになってまして、印が書いていないのが大船行きなんですが、快速列車は大船行きが多くて、で朝夕の時間帯は、磯子行きとか多いですよね。磯子、蒲田、鶴見、桜木町とかこういう電車が多いんですが、これはなぜかというと、先ほどもお話しした通り京浜東北線は利用客が多いんで電車の本数が全然足りていないと、なので需要の多い都心の手前あたりで折り返して都心の列車の本数を確保しようとするわけなんです。なのでこういう風なちょっと微妙な行き先、途中で止まる行き先が増えてしまうと。ちなみに次の川崎駅は通過禁止駅です。こういう風に看板が堂々と立てられてるんですね。こんなこと書かれたら通過してやりたくなりますけれども、日本中調べても通過ができない通過禁止駅っていうのは結構あったりしますよね。うちのチャンネルでも何回か紹介しましたけども、例えば明大前京葉線の駅だったりとか、埼京線の十条駅、板橋駅とか、あそこら辺も通過禁止になってますね。だいたい保安装置とかの関係で、駅の近くに踏切なんかがあったりすると安全上の関係で通過ダメ、こういうことが多いみたいです。さあそして奥の方には南武線、南武線も基本的には各駅停車と快速しか走らない、ちょっと味気のない路線というイメージが多いですが、この前はこの川崎駅から奥多摩まで直通する臨時列車なんかも運転されてまして、それに乗りましたが、やっぱ面白いですよね。南武線で臨時列車でこう走るってなるとなかなか新鮮な非日常的な感じがします。この辺りも結構面白い区間ではあって、さっきちょろっとね今数秒前に見せたんですが、左奥の方にある保線基地の方からずっとこれ線路が浜川崎の方に貨物線が伸びていたんですね。でその貨物線を再利用リサイクルみたいな感じで線路を復活させようぜみたいな計画もあったりします。川崎アプローチ線計画みたいな、そんな感じで行ったと思いますが、左側の方からは線路がまた合流をしてきましたね。この辺りもトライアングルみたいな感じの形、デルタ線っぽくなっていまして、浜川崎の方から来た線路がここで合流。この線路は貨物線になっているんで一般の旅客列車は基本的には走らない、路線図から消された線路と、そういった形になっております。ここら辺も線路の数多いんですが、さっき解説した通りこの景色を見ると京浜東北線は東海道本線の一部、その理由がよくわかると思います。左側2つが東海道本線で右が京浜東北線ですね。こういう風に寄り添うようにして走行しております。ルーツをたどってもこれ日本で初めて開業した鉄道っていうのが現在の東海道本線ですね。
この新橋から横浜、今の桜木町駅までの間が開業したのが1874年10月。今鉄道の日って言ってね、毎年鉄道ファンにも認知されるようになっておりますが、そこからさらに50年後ぐらいの1914年にここに電車線が設けられて、それが現在の京浜東北線という形になっているわけです。列車線電車線というとちょっとね分かりづらいような感じもしますが、簡単に言うと電車線の方が各駅停車タイプが走る路線で、列車線の方が特急列車とか速達タイプが走る、こういうふうに路線を区別するわけなんですね。なので東海道本線の普通の東海道本線が走る方が列車線で、こっちの京浜東北線は東海道本線の電車線と、こういうふうに言うことができます。ちょっと紛らわしいですね。列車は途中鶴見駅を出発です。さっきの日暮里駅周辺の景色もすごかったんですが、ここら辺も線路の本数負けてませんね。これ鶴見行きっていうね京浜東北線もあると思いますが、そういった列車はこの今走行している線路の右側2つの今映している線路、この線路を使って列車が折り返しを行います。ほらこんな感じで車止めになってますね。お、そして左側の方には京急の電車がのびのびと走っております。もちろん京急の方はこっちの京浜東北線よりも全然最高速度はこの区間速いので、京浜東北線はスピードでは負けてしまいます。ここら辺京急線でいうと花月園前とか、あとは生麦駅とか、そこら辺を通っているんですが、ここもね日本一の開かずの踏切とか言われてますね。通勤通学の時間帯は列車が多くて踏切が開かないと、その危なさゆえに廃止にされた踏切なんかもあったみたいですね。そう、そしてまたさっきの大宮近辺と同じように左側の方コンクリートに囲まれて地下の方に潜る線路があります。これが東海道貨物線ってやつですね。最近話題になった相鉄線直通の列車なんかも埼京線の線路を伝って、でここで地下線左側の線路を通って、でこの地下をぐーっと通って右の方に分岐して羽沢横浜国大の方に出ます。路線図から消えたルート、まもなく新小安駅に停車をしますが、これよく見ていただくとさっきの川崎と同じく通過禁止駅の文字があるわけなんですね。ちょっとこの新小安駅に当てはまるかはわからないんですが、例えば通過禁止駅他の駅の場合だと駅周辺に踏切があって、でその踏切が種別の判別に対応していないとかだと、駅にこう停車をしたのを前提に停車をしたのを合図に踏切が作動するみたいな感じなので通過はできないと、そういう駅が結構多いみたいです。今ちょっと左側に一瞬西武鉄道みたいな電車が走っていましたが、あれは西武ではなくイエローハッピートレインってやつで、京急の中で一部青だったりとか黄色い電車がね入り混じってるわけですね。運よく並走を見ることができましたが、基本的に赤色の京急に黄色が走っているとそりゃ目立ちますわなという感じですね。そう、そして今右側高架線の方から降りてきた線路が2つあります。ちょうど今走行している線路の右2つの線路ですが、見えてきましたね。これ緑色の山手線っぽくはないか、この黄緑色の横浜線と合流するわけです。京浜東北線と横浜線といったら、これ同じく根岸線、横浜から大船の方に乗り入れている路線として知られていますよね。到着したのは東神奈川駅。横浜線もこれね、横浜に行かない横浜線っていうんで、正式な区間は八王子からこの東神奈川駅まで。不思議なことに横浜駅は含まれていないわけです。この東神奈川駅から先はこの2路線が乗り入れるわけで、特に通勤通学の時間帯は超混雑します。なので時刻表を見るとこれ結構面白くてですね、京浜東北線のやつはもちろん都心からやってくる列車ということもあるので重要度が高く、7時台8時台とかはバンバン横浜より先の根岸線の方に乗り入れるわけなんですが、一方で横浜線はというとやっぱり京浜東北線よりかは重要度が劣る、かつこの区間列車本数が過密になってしまうんで、ほとんどの列車が東神奈川止まりになってしまうわけです。で日中列車間隔に余力が生まれてくると、この横浜線も横浜、それから桜木町、それから大船の方、奥の方に乗り入れる電車っていうのがどんどん増えてくるわけですね。おお、ちょマジか、めちゃくちゃ運いいですね。また見ることができましたイエローハッピートレイン。
これあの京急の方がこれ快特とかだと京急川崎を出て次横浜なんで絶対にもう先に行ってるはずなんですが、エアポート快速だったんで、エアポート快速はあの途中駅にちょいちょいと停車をしたりするんで、かろうじてね京浜東北線との並走が実現できております。ちょっと先に行っちゃいました。こうしてみると京急線の速さっていうのがよくわかりますね。さあそして京浜東北線のあの終点の駅でもある横浜にいよいよ到着。ちょっとこの列車は大船行きで、せっかくなので根岸線に乗り入れて大船まで行きたいと思いますが、この横浜駅の様子を見るとあの横浜線がこの横浜まで乗り入れていない理由っていうのがよくわかります。到着するのは4番線と3番線なわけなんですが、横浜駅は駅のスペースにかなり限りがあるので、京浜東北線と横浜線合わせてこの島式ホーム1つ、まあ、番線でいうとあの上り下りで1本ずつの線路、合計2本の線路だけで発着を賄っているわけなんですよ、まあ、なのでここであのどちらか一方から来た列車を止めるっていうわけにもいかず、横浜はもう絶対停車時間はもうほんと1分以内とか超短くて出発をしていく必要があります、まあ、なので東神奈川止まり横浜まで横浜線が乗り入れてしまうとここで折り返しもできないし、どんどん横浜から先の方に行くと折り返し設備のある駅が減っていくので、まあ、やむを得ず東神奈川で折り返すしかないと、そういう事情が背景にあったりしますね。さあそして右側もうちょっとねあのズームして鮮明に映せばよかったんですが、ここには廃線跡があります。結構有名ですよね。この区間に入ると京浜東北根岸線と2路線のアナウンスが自動で行われるようになるみたいですね。そう、そして右側を沿っていく廃線跡がこれ東急東横線の廃線跡ですね。東横線といえば、まあ、今考えればね横浜から港未来線の方に直通する地下直通ってイメージが強いですが、2004年まではこの次に到着する桜木町駅が終着の駅でしたね。ここまで地上線が通じていました。もうそれが港未来線と直通をするということになり地下化、今の廃線跡に関しては多分遊歩道かなんかであの整備されているところが多くなってますね。歩いて通れるところも結構あったりします。さあそしてこの根岸線ですね、なんかこれ上下で分離して内側からこう割り込んでくる線路が1本あります。そして何事もなかったかのようにこの2個の根岸線に合流してるわけなんですが、これ実は貨物専用線なわけなんですね。この路線もそんなに取り上げられませんが、ルートでいうとさっき出てきた鶴見駅から分岐をしてですね、あの横浜駅のさらに東側の臨海部を通って横浜駅を経由せずにこの桜木町で合流をしてくると、横浜の忙しいルートを迂回するような感じで貨物線が通されています。あまり使われないみたいですけどね。さあそして桜木町駅、こうして見ると桜木町行きの列車がたくさん設定されている理由がわかります。この真ん中の線路を使って列車の折り返しが行われているんですね。かつて1874年に開通した日本初の鉄道も新橋横浜間となってますが、その当時の横浜駅は現在の桜木町駅にあたる。その桜木町でのスイッチバックを解消するために現在の位置に横浜駅が移転されたと、そういう複雑な背景があります。横浜駅なんかもあの何回も移転を繰り返してるんで、歴史を全部解説しようとなるとかなりね複雑になってしまいます。さあ関内駅を出発すると左側には大きいスタジアムが見えてきます。ちょっと僕は専門外なんで分かりませんが、野球の試合とかもここで行われるんですかね。横浜スタジアムがここにそびえ立っておりまして、次の停車駅は石川町駅、あのさっきお話し出た港未来線の終着駅元町中華街駅ってありますけども、実は次の石川町福駅名が設けられていまして、かっこ元町中華街駅、その港未来線の中華街駅までも歩いてだいたい400m ぐらいで到着をすることができる横浜を代表する観光地中華街の近くにある駅ですね。 JR でアクセスする場合はこの駅が便利、僕もこの駅を使って中華街の方まで歩いたことありますが、この辺りからですよ、さっきの京浜東北線とはあの比較にならないような山あいの景色が広がってきます。ここね石川町の正面ほらトンネルですよ、丘のようなところをこのトンネルでぶち抜いております。
先ほどあの田端駅付近で武蔵野台地の解説をしたと思いますが、この根岸線はですね、もう全線を通して本当台地あたりをずっと走っていくわけなんです。まあ、台地は周辺よりも高い標高の高い地形になってますから、そこを線路通すにはトンネルでぶち抜くか、まあ、それか掘り割りのような感じでこう穴ぼこをずっと掘ってその下をこう通すような形になります。だいたい石川町を出るとトンネルが結構多いような区間になりますね。よく僕これで例えちゃうんですけれども、成田スカイアクセス線の成田空港、空港第2ビルに到着する前もこんな感じでトンネルが続くような区間になりますが、それと似たような景色が広がっています。でこれすごいのがですね、左側ご覧ください、街灯があるわけですね。下のホームドアとか線路を隠してしまえばあの駅感がまるでないんですが、山手駅を出発、さっき山手線の解説をしてたんで山手と読みそうになりますが、あくまでも駅名は山手。またギリギリのところに一軒家がたくさんそびえ立ってますが、そこの真下につけられているトンネルを通って山あいの区間を抜けます。この区間山手からあの根岸の方に抜けるとまたこの山ではなく今度は臨海部海側の方に出てきますね。なんか牛タンが食べたくなるような駅名です。しばらくすると臨海部の方に抜けます。左上の方には首都高湾岸線、ここら辺ももうそろそろすると根岸駅なんですが、だいたい昔は海だったところですかね、ここら辺は埋め立てで土地が作られております。そして左側の方から何やら線路が合流をしてきましたね。これも実は貨物線、ここら辺多いですね。貨物線は神奈川臨海鉄道といって、さらに臨海部の方まで伸びています。新潟とかそれからあの東北の石巻の方からやってくる紙なんかを輸送する、そのための貨物線ですかね。そして到着した根岸駅なんですが、左側には貨物のヤードっぽい側線がたくさん広がっています。これね、根岸駅は貨物輸送で有名ですけれども、この近くにエネオスの事業所があって、そこからあの石油がどんどんと各地に輸送されます。この液体専用の多機ですらこれ根岸駅常備と書いてあるくらいなので、まあ、いかに貨物輸送が盛んに行われているかというのがよくわかりますね。根岸駅の方からはあの各地にこの液体専用の貨物列車が運ばれます。最近だと中央本線の方に行ったんですが、あのこの駅からも八王子駅の方を経由してあの甲府だったりとか、あと塩尻の方まで確かあの石油の輸送貨物列車なんかがあったりしましたね。面白いですよね、あのさっきの石川町駅とか関内駅とかってホームドアに囲まれた2面2線の狭い駅なんですが、そこをねダラダラーンとこう貨物列車が通過していくシーンも割と頻繁に見ることができますから、そういった点ではね京浜東北線なんか貨物列車なんか絶対走りませんから、かなりギャップ萌えな路線がこの根岸線ということになりますね。さあ左の方にはまた車両基地が見えてきましたか。ここ磯子の車両基地ですね。次に停車するのが磯子駅。まあ磯子駅もね、あの通勤通学の時間帯磯子行きが参りますって、もうたくさん磯子行きってな運転をされていますが、この駅も他の駅と同じく折り返し設備があります。こんな感じですね。磯子の場合は駅の構造自体は1面2線上り下り1本ずつで、駅だとこれ折り返しを行うことができないんですが、ただ駅のあの端っこの方に折り返し線が設けられていて、そこの方に入って列車が折り返してまた駅のホームに入線すると、おまさにねそれを実例でやってくれていますが、まあ、この列車とかは多分この磯子行きで磯子に到着して電流線に今入ってるんでしょうね。こういう風に今僕が乗っている電車みたいに本線を走る電車を邪魔しないように避けてくれている、えらい子えらい子。この列車が行った後に、電車がいなくなった後に本線の方に入って磯子に停車をしてまた折り返すと、京浜東北線根岸線の運行をする上で重要な拠点になっている駅です。ここでちゃんと車止め、本当にすっぽり中量編成が収まるくらいの電流線になっているみたいですね。さあ磯子駅を出発すると今度は新杉田駅で、あの金沢シーサイドライン、八景島シーパラダイスとかあの海の公園とかがある方に行くあのモノレールと分岐をしていきます。ここら辺までは臨海部埋め立て地の近くを走るんですが、新杉田を出発すると今度またね台地の中を突っ切るわけです。本当にこの根岸線は見応えがありまくりです。ここから一気に
山、大地の中を抜けて終点の大船まで抜けていきます。ここら辺見てても地形の凹凸が激しいことがよくわかります。さっきトンネル走って今高架みたいなところを走っているのに、ここ来るとまた地上っぽくなって掘り割りっぽい地形からのトンネルと、さっきの新杉田駅から大船駅の間って途中3駅あるんですが、その3つの駅名を見ていただきますと、陽光台、江南台、そして本郷台と、全ての駅にね台がつくんですよね。これもおそらく大地の多さから来ているんでしょうね。まもなく陽光台、陽光台、お出口は右側です。 The next station is 陽光台。さあ次の停車駅は陽光台。ここら辺は掘り割りのような地形になってますね。トンネルか掘り割りかどっちでこの丘というか大地部分を通すのがコスパがいいかと言われれば、多分ね掘り割りだと思いますんで、建設する側からしたら多分トンネルの区間をなるべく少なくしたいところですが、正面にはまたトンネルが伸びています。さっきの京浜東北線の区間と比べると、この根岸線の方が少し歴史のあるような、歴史を感じられるような設備がまだ残ってます。八王子、上野、東京、横浜方面、番線白黒表記も結構昔からありそうですけどもね。いやもう大宮を出発してかれこれ2時間近く経ってるわけなんですが、そんな感じしませんけどね。車窓がやっぱり魅力的というか面白いので体感30分ぐらいに感じます。もう大船の一つ手前、この駅本郷台駅に到着。左側にたくさん側線がありますが、大船駅に到着して回送される列車はこの本郷台駅の横の側線に入って、夜間留置なんかも行われるみたいです。もう次は終点の大船駅ですが、本当に大船に到着する手前ギリギリまでトンネルの山あいの区間を走行していくわけです。でここら辺で根岸線の線路に変化が訪れます。このトンネルを抜け切ったあたりで線路がほら影分身の術つってもう一本増えるわけです。ここだけ線路が3つになっています。そこの真ん中の線路は実は大船駅で合流する東海道本線とこの根岸線をつなぐ線路になっているわけですね。まあただこの真ん中の線路を使って走る列車ってのはもうほとんどないんじゃないですかね。貨物列車はもしかしたら入るのかもしれませんがね、さっきの根岸駅の方に行くやつ。ただお客さんを乗せる臨時列車とかって根岸線で走ってるって最近聞かないですもんね。もはや昔は海底トンネル号だったりとか、あとは横浜線の方を通って八王子、それから甲府の方に行く特急浜海事号とかも一部根岸線に乗り入れていたみたいなんですが、現在ではめっきり減っているようです。上の方だけやたら高規格っぽい高架線としてこう分岐をして、で根岸線は再び上り下りで合流、ちょうど正面から合流してきた東海道本線をこの根岸線の本線と挟み込むような感じで横の短絡線は通されているわけですね。本日もリアリティ事故検討区根岸線をご利用くださいまして本当にありがとうございました。皆さんもここまで長々とご視聴いただきましてありがとうございました。あっという間に2時間で大船駅に到着。上野東京ラインであれば1時間ちょいで済むものをちょっと長旅寄り道をしつつやってくるのも悪くないですね。ちなみに正面まっすぐ行くとこれ横須賀線にも一応線路がつながっているみたいなんですが、まあ、通る列車はそう多くはないですね。2時間のかなりのロングランでしたが、この列車は休む暇もなくこの大船を折り返して南浦和行きの今度北行きの列車に変貌を遂げます。この大船に加えて起点の大宮、それから途中の横浜とか大きい駅は総じて1面2線の小さい駅になっています。なのでいかにね途中の折り返し設備のある駅が重要ということがお分かりいただけたかと思います。というわけで本日は京浜東北線に全線乗車をしてまいりました。皆さんも機会があればぜひ乗車をしてみてください。ありがとうございました。